はいどうも、しびざるじゅんです。先日特産 TV でも配信していたこちら、水野さんの最新カーボンバットマグナインパクトです。こちらなんですけども、先端部分にウレタンが内蔵してあるカーボンバットということで、ハイブリッドなバットになっております。その試打の時に、私たち2人もお手伝いで参加させていただいて、国吉 TVs も打たせてもらえることになりましたので、そちらの様子をご覧ください。お、今の打球そんな飛んでくる？おは、今ので、あ、今の打球であんな飛ぶか。ちゃんと打感があるから、打ってる感、公式に近いというか、なんか捉えた感がある、手に残ってる。あー、フォーク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 、危ないね、これ前突っ込めないね。あ、これめっちゃ伸びるんちゃう？おお、伸びた、伸びた伸びた。フェンスに行くまで来ない、これは2面球場の魔物になるかもしれない2面球場で打ったらもう全部ホームランみたいな。確かに、抜けたら終わりやな。終わり。もう、おお、わあ、なんかすごいとこ行った。ああ、円通。すげえ。あんな変な。ええー。なんだ今の打球。ジュンがここまで飛ばすのはちょっと。すごいな。センターでここまで飛ばすのは初めてかもな。あそこのだって根っこぶつかったもんね。あ、これ伸びるぜ。あいつの振り方からしてそんな飛んでるに見えないんだよな。どうしました？いや、難しいです非常に。まだガイア泣かせのバットだと思われます。メーカーさんはガイアを泣かそうとしか考えてないから。ガイアとピッチャーがこれ、バーンって、あ、上がっちゃったなと思ったら、そのままピューンって置いてる。ピューン、あー、行っちゃったみたいな。えい、あ、これ伸びる。あー、フォーク、フォーク、あ、すげえ打球すげえ、すごい、ずっと同じ向かいで見た。続いては高見さんがロングティーで試打。おお、めっちゃドライブ感触いいね。手に残る打った感じが、あ、これいったんちゃうか。あー、すっげえ、おい、横から見てもすげえスライスしたの分かった今。ナイスキャッチ。ほぼ、でも回転してないんだよね。してないね。何式ってこれでしたっけ。いや、軟式もやっぱ令和時代入りました。あ、これいったんちゃうわこれは。あ、これいったんちゃうわこれは。あー、すっげえ飛んだ。今の力感でそんな飛ぶか。今6割、7割ぐらいですよ。軽打で吹っ飛んでくっていう、ウレタンだったらまだあったけど、カーボンでそれやるかっていう感じするな。あ、これも、あ、これ微妙にフォークちゃう。あー、いい入りです。大げさに下がってちょうどいいっすね。そうだね、俺そんな飛ばないと思ったもん今。あー、これも、これかな、これが無回転。はい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 。これ本当に2面球場だったら一生転がってますね。なあ、もうこれあれだよ、多分内野いらない。内野いらない。内野が外野みたいな。内野が外野の後ろ。あー、これ飛んだ。あー、これすげえスライスしてる。これやばい。あー、これだ。やばー。いや、今のやばいね。今のやばい。スライスやばい。ブルーボールみたいな。いや、なんであの正面のライナーで。続いてはフリーバッティングで打感を感じます。死なないな打球が。いい、止まらね。
感覚はなんか打開の機会があるんですけど、打開よりいってる気がする。打球が、あれ、あ、ハハ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 。あー、あー、え、すげー、もう出ちゃった、刺さった、威力よ、すごいすごい、わなきゅう刺さっとるやん、ネットにモンスター沢田以来ですよ。うわやばいやばいやばい、うわー、すげー弾丸だけど、やばいやばい、うわー、すげー弾丸だけど、うわー、やばいやばい、はい、え、あー、ネットなかったらどこまでも転がってますから、ね、あー、フェア、フェアです。これはおそらくランニングホームランになるでしょう。ランニングホームランになるでしょう。無回転、大野助発祥、無回転やばい、やばい、超超怖いと思います、今の回転。あー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 あああ打球速すぎ、バレルゾーンは打球速度に比例するから。確かに。というわけで、シダの終了です。どうでしたか皆さん。ぜひ、マグナインパクト、素晴らしいバットですので、お試しあれ。本日の動画、以上になります。チャンネル登録とコメント、お願いします。はい、皆さん。アッパレショップから、夏の新商品のお知らせでございます。まずは、こちら。はい。アッパレショップでもなかなか見ないシンプルなデザインの T シャツ。さらにこちら、全3色この夏モテにモテるラジカル T シャツでございます。夏の野球人に向けて新商品出してます。この夏いい思いした人はチェックしてみてねー。